のチェス王さんまずはまずは高木、去年の10月新たなるパレハとして迎え入れたこと、やっぱり間違いじゃなかったよ。またいつかシングルマッチで戦う日を楽しみに待ってるぜ、カブロン。そして今日大阪府立体育会館にお集まりくださったたくさんのお客様、今年の G1 クライマックス4勝3敗と非常に不甲斐ない成績ですが、可能性が少しでもある限り俺は最後まで全力で戦い抜きますよ。なぜならその先に見据えてるものがあるから。史上初の偉業を達成するその瞬間を皆様楽しみに待っててください。では次に皆様にお会いするのは9月の大阪大会ですかね。9月の大阪大会でまたお会いしましょう。新日本プロレス G1 クライマックス大阪2連戦、最後の締めはもちろんイービル、ブッシュ、真田、ヒロム、高木、イ、ナイト、ノッソトロス、ロス、イゴベルナーデス、デハポン。大阪の地に響くデハポンの大合唱。打てど叫べど響かなかった、内藤になびかなかったこの大阪の地が、2019年令和元年8月4日大内藤コールで彼を称えています。今日の対戦が決まった時俺ら嬉しかったよ。だけど今日試合し思った、それ以上に今は嬉しいぜ。なあ、一丁悪いがないと、なんだかキャラクターや人気が先行してるからリング上はどうなんだって俺も組みながら思ってたんだけどよ。あの野郎やっぱすげえじゃねえか、間違いなく強えよ、さすが内藤哲也。だからこれで、まああいつが言ってた、今日が終着点じゃねえな、浜口道場の頃から切磋琢磨していたが、改めて、おいぞ、内藤ですよ。別にこれは宣戦布告ではないが、確実に俺とお前の今日がスタートだ。やられたままじゃ絶対に気が済まんからな。それから俺の夏を今日で終わらせる、ふざけんなよ。俺は残り横浜と武道館2試合残ってるんだ。ただの一試合すら消化試合なんかね、全力で高木慎吾ぶつけるだけだ。
の勝利でなんとか踏みとどまったかな。他力本願だけどね、なんとか踏みとどまったわけでしょう。高木と初めて出会ってから19年、最後に向き合ったのが彼が20歳ぐらいの時かな。だから17年、16年前のことなんだけどさ、今日久々に向き合ってみて、アニマル浜口ジムで切磋琢磨してた時代がフラッシュバックしてきて、すげえ懐かしかったな。ほとんど俺高木に勝ったことなかったから、俺にとって彼は嫉妬の対象でしかなかったからね。こうしてプロのリングで戦い、そして彼に勝てたこと、なんかずっと今まで心に溜め込んだものが発散されたから。まあでもさ、まあこれだけ高木のことを語ってるけど、でもこの G1 クライマックス、別に高木に勝ちたくて出たわけじゃないからね。こうやって懐かしの対戦を煽るためだけに G1 クライマックスに出てるわけじゃないから、リング上でも言った通り、俺は史上初の偉業を目指してやってるわけだし、そこに俺はたどり着いてみせますよ。まあ状況は厳しいけどね、この高木からの勝利を無駄にしたくないし、するわけにはいかないし、彼からの勝利がものすごく価値のあることだって俺知ってるからね。すげえ価値のある一瞬だよ。これを無駄にしないためにも、後にしない。俺は全力で戦いますよ。そして優勝を目指しますよ。なぜなら、その先に見据えてるものがあるから。じゃあ、次は浜松アリーナでまたお会いしましょう。ありがとうございます。